うん、ああおや僧侶くんまだ眠れないのかいついに明日は魔王との最終決戦眠れないのは仕方ないことさ <laughs> そっか君が眠くなるまで付き合うよ魔王が怖くてたまらない そうだね。僕たちが戦ってきた中で、一番の強敵になるだろうからね。怖いと思うのは仕方ないことさ。ん僕は怖くないのかって <laughs> 実は、全然怖くないんだ。そうだな。僕が怖いと思うのは、 魔王を倒したらこの冒険が終わってしまうという事実かなどんな時も僧侶りくんと一緒にいられる期間が終わるそれがものすごくいやだと思うし怖いんだ世界を救うという使命のために僕たちは戦わないといけないそうだね。 君はいつも人間側のために戦い続けているね。だけどね、僕にとっては、魔王を倒して世界を救うことだって、どうだっていいんだよ。前にも話したけど、僕は君と一緒にいられればいいんだ。まあ、それゆえに君に依存したあげく、ひどいことを。 たくさんしてきたわけだけど僧侶君君はどうだい世界を救うために魔王を倒す覚悟はあるかい世界なんかより僕を選んでどこかで一緒に暮らさないか <laughs> そっか君の目的は最初から変わらないんだね いや、いいんだ。それでこそ僧侶くんだよ。君は子供の頃から実直で、誰よりも頑張り屋だったからね。おや、もう眠そうだね。うん、明日は早いからね。おやすみ、僧侶君。 そっか。君は、僕じゃなくて、与えられた使命の方を選ぶんだね。残念だよ。ほんと、残念だ。ついに最終決戦だね。 この旅も今日で終わるんだ。魔王を倒せば、世界は平和になる。でもさ、僕にとっては、世界を救うよりも、君と一緒にいたい。僧侶君と一緒にいられるなら、それでね。そんなことよりも魔王を倒して世界を救うのが先そうだね。 使命優先の君にはそれしかないよね。さあ、前を向いて、行こっか。これが最後だから。許してくれ、総力ん <laughs> <laughs> 僕、総力んのこと刺しちゃったよ。 信じられないって顔しているね。仕方ないよね。ずっと一緒に戦ってきた仲間に後ろから刺されたんだから。無理して喋らなくてもいいよ。なんで裏切ったのか、でしょ僕を見てくれなかった君には、わかるはずもないよ。その様子だと、裏切られたことよりも、 使命の方が心配かな。大丈夫だよ。次に僧侶くんが起きる時には、すべてがいい方向に向かってるからね。ほら、僕に身を預けてくれ。<laughs> うん。おやすみ。あ、僧侶くん起きたおはよう。 今日もいい天気だよ。ここはどこかってうん。ここは魔王様が僕たちに与えてくれた部屋だよ。こんなに広々とした部屋があって、すごくふかふかなベッド。泥臭い冒険を続けていた僕たちからしたら、すごい贅沢な設備さ。魔王様は本当に太っ腹なお方だよ。<laughs> いきなりすぎて混乱しちゃってるよね。実はね、僕さ、魔王様に寝返っちゃったんだ。<laughs> 無理もないか。僧侶くんすっごい驚いてる。でもさ、僕も人間のために戦いたいなんて微人も思ってないんだ。え なんで寝返ったのかうーんー、そうだね。昨晩も話したと思うけど、僕は世界を救うことなんてどうでもいいんだ。僧侶君と一緒にいれればそれでいい。魔王を倒した後ならずっと一緒にいれる、か。本当にそう思う魔王様を倒したら、僕は世界を救った勇者って歌われてさ。 あのケチな王様に政治の道具として一生こき使われるんじゃないかな。僕らはクソみたいな国民に愛想振りまいて、ケチな王様に尻尾を振る。そんな生活になるのさ。きっと、静かに暮らすなんてことはもうできない。誰にも邪魔されずに、二人きりになんて絶対になれない。そんな目に遭うくらいなら、 僕は使命なんて果たしたくない魔王軍側に着けば永遠に僧侶君と一緒にいられる僕たちを縛るものが全部なくなるでしょ <laughs> そんなに嫌そうな顔しないでよ僕はただ君と一緒にいたいだけなんだもう重い責任なんて捨ててもいいんだよ僧侶君も一緒に 魔王様へ忠誠を誓おう。それで一生僕と一緒にいよ。人間たちをたくさん殺してさ。目を覚ましてくださいって。僕はとっくに目覚めてるよ。ほら、見て。この角に、牙、今までの十倍は強くなったんだ。うん。魔王様がお与えくださった力だよ。 僕は魔物に生まれ変わったんだ。ねえ、総力ん、さっきからどうしてそんなに悲しそうなの今の僕って、そんなに変かなそっか。従うことはできないか。君は、僕を選んでくれないんだね。じゃあ。 分からせるしかないか。うん。どう片手で首締めてるんだけど、すっごい苦しいでしょ。これでも力の半分も出してないんだよ。その気になれば、僧侶くんの首を握りつぶすことだってできる。ねそんなの嫌でしょ僕は君にも魔物になってずっと一緒にいてほしいんだ。だから、 僕の気持ちを分かってくれるまで君を痛めつけるそれに僧侶くんが死んでも復活させればいいだけだもんね僕を受け入れるのが先か僧侶くんの心が壊れるのが先か勝負だよ僧侶くんさあもっと力を入れよっかうわっ 首が紫色になってきた <laughs> なんか懐かしいなあ僕たちが冒険を始めて間もない頃僕が大蛇に腕を折られた時の色と同じ色だよあの時覚えたての回復魔法で癒してくれたのすっごく嬉しかった魔法を通じて僕のことを一途に思ってくれてるんだって感じてさ あの時はすっごく幸せだったなぁ。ねえ、僧侶くん。僕のこと、愛してる僕は愛してるよ。出会った頃からずっとずっと。今までもこれからもずっと。あ、首の骨、折れちゃったか。力加減が難しいなぁ。 くん、生きてるわけないか <laughs> 死んじゃったかああ君は何で僕のことを分かってくれないんだろう僕はこんなにも君のことを愛してるのにごめんね僧侶ん。今度はもっと上手にやるからね <laughs> おやすみ僧侶くん